皆さんこんにちは。先週に引き続き、今日も、安武勇さんを、お迎えしています。こんにちは。いやもうなんか大反響でしたよ。なんかもうスタッフもね、見てる人もなんかすごく大人の感じ。そうですか、大人の感じですか。はい、なんか自分も聞いててやっぱりなんだろう、そのジャンルがっていうのかな、夜が似合うんじゃないかな。それで今回このセットもね、ちょっとキャンドルとか、うんうん、すごいですねセットが。そうなんですよ、うん、ちょっと毎回変えてるんですけど、はい、今回はその安武勇のこのちょっと大人の男をイメージしてスタイリングしたんですよ。そう、どうですかキャンドルとか、うん、家で。いや、やらないです。やらないですか。やらないです。全然やらないですか。やらないです。キャンドルジュン、キャンドルジュン、まあそういう人いますけどね。お花とかこう家に飾ったりとか。あんまり日常にないですよね。日常にないですよね、はい、で僕今そういう推進をしてるのでね、はい、ああそういうこと言っちゃダメですよ、ね、いやいやいや、ぜひ、うん、教えてください。何もない日に、うんうん、まあお二人とももうね結婚されてるので、はい、奥さんに花束とか、ね、何をあげたら喜ばれるんですか。やっぱ花ですよ。花、どんな花を選べばいい。やっぱバラ。バラ。バラ一本でです。すごいベタな感じがするんですけど、それがいいんですか。そう、もう なんかでも花束とかそういう風に、うん、気取らなくて、うんうん、ただ一本だけ。それかもうバラじゃなくても本当にあいいなと思う、似合いそうだなと思う花を1本だけ買って、それで何にもない日にいつもありがとうみたいな感じでこうずっとやってください。してるんですか。え、こんなんしてるんですか。いや僕今それ推進してますから。花束をポンとスタイルジュンっていう。あ、スタイルジュンです、ね、なるほど。そうジュンさんはほらフラワーアレンジメントとか、はいはい、そうやってお花に詳しいからそれできると思うんですけど、僕たち、うん、多分いきなりやったらびっくりすると思うんです。いやいや、そういう人がこうやると。そうですか。そう、株がコーンって上がります。そうですか。そう、一気にこう。なるほど、うん、やっぱ嬉しいんですよ。なるほど。で、ジュンさん、なんでフラワーアレンジメント始めたんですか。そっちですか。フラワーアレンジメントを何かですね、癒されるんですね、自分が、うん、生花っていうの。なんかこう作るときに音楽となんかつながる部分とか。あります、あります。音楽も結局何もないところにこうメロディーと和音とリズムでこう作っていくじゃないですか、うん、お花も一緒で結局まあ花材はあるんだけれども、そこにこう生けていくっていうのはこう何もないところになんか作り上げていくクリエイティブなもので、なんか使ってる脳がこう一緒なんですよ。なんかすごいワクワクするっていうか、
活性化するというか。いやそうなんですね。ぜひじゃあ今度やりますかみんなで。あ、お願いします。うん、あの真剣にやりますから。男のお花教室みたいな感じで、うん、いいと思う。絶対やりましょう。真剣にやります。真剣に、うん、真剣にやりますか。真剣にやりますよ。
人のその活動のなんかこれからのなんかビジョンとかあと目標だとか、はい、もしくは影響を受けたミュージシャンこういう人を目指してるとかってありますか、サム君。そうですね、なんか単純にその音楽だけを言うと、うん、本当に影響されたのは、うん、ああいうロサンゼルスとかのスムースジャズ、うん、あれはなんでスムースってつくんですか。なんででしょうね、うん、まあ日本じゃ割とフュージョンとかって言われちゃうんですけど、うんうんうん、まあ結構聞き比べると全然違うんですよ。フュージョンとスムースジャズは違うんですよ、うん、かなか僕も言葉はよく聞くんですけど、うん、なんかかっこいいですよね、なんかスムースなんかこうジャズよりも少しこう聞きやすいとか、まあそうですね、なんかそういうイメージがあるんです、うん、そうですね、もう今あのロサンゼルスでは結構主流で最先端行ってる、うん、じゃあもうスムースジャズっていうジャンルがロス発みたいな感じなんですか。ロスがやっぱり一番あれですね、うん、強いですよね。で結構そのスムースジャズのミュージシャンってクリスチャンの人たちが多くて、うんうん、本当にそこのそのミュージシャンってやっぱり一流ミュージシャンですね、うん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 、多いですね。だからみんな源がどこから来てるのかなって、やっぱクリスチャンミュージシャンがやっぱ神様が知ってるから、まあ、根本的にそういうものがあるんだなっていうのはありますね。あの安武さんのアルバムは、はい、ロン・ブラウンのプロデュースで、そうです、それでロサンゼルスで、そうです、あれはロスで、もうまさしくそのスムースジャズの最先端行ってるミュージシャンだった方たちが、すごいかっこよくて、わー、ありがとうございます、うん、なんかあの一般のテレビとかでなんか使われてるっていう、はい、そうです、はい、ちょくちょく、はい、いいですね、使っていただいても、なので、うん、まあ、あれは本当神様の作品なので、それがやっぱり世の中に流れていくのはすごくやっぱ嬉しいですね。あのいつも神様の栄光が表されたらいいなって思いますね、うん、はい。あと2人でのアルバムも、うん、アルバムっていうのちょっとこう、うん、会場限定のミニアルバムを作って、あれは会場限定なんですね。そうなんですよ、ライブ会場に来てくださったお客様が買える。じゃあこの番組を見てちょっと欲しいなっていう人は、はい、ぜひライブにっていう、そうですね、まあ、まあ個人的にあの連絡いただければ、あのぜひあの、はい、でもこれからもそういうなんかアルバムを作ったりっていうことはしたい、まあまあ、あの、はい、やっていくと思いますし、ますね、結構曲がずっと常にこう与えられるからですね、うんうん、あのやっぱり形にできたらいいなって思いますね、うんうん、はい、でも本当祈って備えるようにしてます、うんうんうん、いや今日も、なんだろう、何もないところからね、弾いていって、はい、曲を作っていくっていう、はい、即興的な感じが楽しかったですね。そうです、楽しかったですね、やっぱりもう何でしょうね、ああいうのって、なんかこうあんまり、うん、自分の場合は何も考えてなくて、うん、考えたり考えてないですね、僕も、うんうん、あの考えてないっていうか、まあ、ある程度は考えてないと言いつつもなんていうの、結構、うん、なんかね、そういう中でなんかね、しっかりやっぱ土台がしっかりしたプレーをしてくれるからですねいやでもなんか、ね、次々こうメロディーが浮かんで、それぞれ面白いですよ、うん、こうやっぱり賛美ですよね、うん、やっぱそれ本当に演奏自体が祈り賛美っていう、うん、僕は、まあ、イサムちゃんは、ね、うん、生まれて音楽が豊かな教会で育ったんですけど、僕はもともと全然全くその音楽に触れてきてはないので、うん、それはもうやっぱり共感音楽に出会ってからくっつりこう、うん、今の土台って全部それなんですよね。なんかすごい意外ですよね。そうですか、うん、なんか本当にもう音楽で育ったっていうような音を、うん、よく言われるんですけど、うん、はい、結構実は違うと、もう高校卒業してすぐサラリーマン働いてみたいな感じの、うんうん、そもそもサックスを始めたきっかけが、はい、きっかけは本当は病気で喘息だったんですよ、うん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 、で先生に克服するために何か例えばプールとか、うん、あと管楽器とかいいよって言われて、それで
なん管楽器って何やろって思って、うんうん、でたどり着いたのがサックスだったんですよ。でそれで喘息は、そうです、あれです、克服したんです。はい、結構アレルギーがあったんですけど、うんうん、もうそうやって喘息出たりとか、もう本当吸入器いつも使ったりとか、そうやって楽しいことを先生がこうやりなさいって言われて、うんうん、でここの肺もトレーニングされし、うん、はい、もう一人知ってるんですよね、そういう方、ね、そうですか。だからなんか結構サックス奏者にはそういう人も、確かになんかよく聞きますね、サックス奏者ですか、うん、でもそれもやっぱり出会いっていうか、はい、なんだろう、ね、導きというか、そうです。で気づいたら楽器にハマっちゃってたっていう感じで、はい、ずっと趣味でやってたんですけど、うん、はい、でキリストと出会って、教会音楽で会って、クリスチャンになって、でミュージシャンとして神様は道を開いてくださって、うん、はい、で今こうやって純さんとも会えてるという、そうですね、はい、不思議な感じですよね。はい、賛美とは、うん、江崎さんにとっては賛美とは何ですか？ノー賛美、ノーライフ。なんか最近それをFacebook でも連発してるってこう。いや本当に、うん、なんか賛美って賛美する時が賛美じゃないと思うんですよ。うん、やっぱり生活の中で、うんうんうん、本当にこういい状況の時だけじゃなくても、やっぱ暗闇の中でも、うん、本当に自分たちがせっかく神様が与えられたこの賜物で一人一人高価で取ったたっとい、うん、たっとい存在じゃないですか、うん、でそういう中で命の光としていつも輝く人間になりたいですね、はい、で賛美は生活の一部っていうの賛美、はい、いいですよね。久保君はそうですね、僕もね、なんかほとんど一緒って言ったらなんかつまんないかもしれないけど、もう賛美がどうっていうのは意識したことがないっていうか、ちっちゃい頃からそうなんで、
なんかこう友達に例えばこういう賛美の CD があってとか、全然教会に来てない友達とか、そういう人たちに渡したり、自分一人でいる時も、なんか自然と賛美口ずさんでたり、なんかこう教会でその賛美の時間だけするものとは僕も思ってないし、本当に生活の一部だし、友達って言ったらおかしいけど、なんかなんて表現してね、いいか、いろんな使い方、なんかでも、ワーシップ世代で育ってるのかなって思うんですけどね、その今の、まあ、若い人たちっていうのかな、で賛美の働きしてる人ってみんなやっぱりもう、感覚が一緒で、もう神様をもう賛美するのがもう喜びだし、生活の中で礼拝する、それがただその時だけ賛美じゃないっていう。そうですね、なんかもう難しいです、だから私の逆にこうコンサートでもやっぱりその賛美を届けていきたいんですよね、っていうのは神様の音楽を届けていくことが僕たちのやっぱビジョンなんで、でやっぱり世の中に出ていくためには音楽的にもしっかりしてないといけないし、それ入り口になって届けられたらいいなっていうのはありますね。なのでいつもブレないものをしっかり2人とも持ってやらないと、特に音楽って世の中に出ていったらもうブレブレなんで確かにそうです。なのでしっかりとした土台をいつも持って、やっぱり僕たちに与えられたこの賛美を届けていくことがやっぱり一番伝えたいことっていう。